皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー16の時からやっていきたいと思います。というわけで今日からですね、ドレイクファング、マザークリスタルを、落としに行くのかわかりませんが、行きましょうか。風獄プトをね、さあ追いかけてということで頑張ってまいります。でっかいよね、ドレイクファング。横にでかいというか、あ、生きてた。手がついてるけど義手だよね、もちろんね。うわ、めっちゃイラついてる。まあそりゃそうだよな。なんだこれは。生きてるだけ奇跡だよ。よくも俺をこんな体に。また人のせいにして。パワー、圧倒的パワー。半分自分のせいでもあんだからな。ここはちゃんと分かっとけ。目覚まれた時。ああ、かわいそうに。ライブロズフィールド、完全に八つ当たり。必ずぶっ殺す。俺がこの手でぶっ殺してやる。落ち着きなさい。そのテーブルが何をしたというのです。あれ、この人誰だっけ。あいつは愚弄したんだぞ、俺を。あ、あれか。お前が邪魔をしなければ殺せたのに。ウォールードのなんか将軍的な人か。彼に勝てたとでも。召喚獣に権限もできた。そうしなかったんだよね。その前にあなたの首が落ちたでしょ。まあそうですけど。黙れ。俺が負けるわけないけどな。彼より弱かった。そういうことや。ことよくわかってるじゃないです か, クプカ教。めっちゃ煽ってくるね。ハールバルズさんについてちょっとあまり見てなかった気がするんで、ちょっと一旦挟んでいただいて、ウォールド王国の騎士長。あ、めちゃくちゃ偉い人だ。不死の騎士の、異名を持つ。若輩ながらバルマラスの信頼厚く、信任厚く、彼に代わって騎士団の指揮を取っている。ナザレス城で領地を失った風獄プカを連れ去ったが、その目的は不明なまま。そう、なんで来たんだろうっていう感じですけど。ああ、かわいそう。めっちゃ翻弄されてる。いい加減に。この事実を認めたらどうです。くそちょっと冷静になんないとな。そう簡単に。風悟ね、彼の首を諦められはしませんか。もう土地狂ってきているよ、怒りで。一つだけありますよ、彼に勝つ手段が。なんだ、どうすればいい。なんだろうこれ、本当に分からん。俺も教えろ、教えてくれ。大丈夫かこれ。頼む、お願いだ。利用されない？怪しいね、ちょっとこの若輩騎士長。あれです、コアマザークリスタルのコアには知っての通り莫大な量のエーテルが蓄えられている。それを取り込めばよい。いや、そんなことしたら無論そのようなことは。いや、やばいことになるだろう。なせる技ではありません。あなたが。ああ、こいつ絶対怪しいわ。だからこそ言うのです。頭なんでだねすんな。これ実験しようとしてんな。クライブロズフィールドに敗れ召喚獣の力を奪われてもなお勇敢に権限して最後まで戦った者がいました。ああ、ベネディクター。そう、ベネディクターハーマン。そうなんだよな、力取られてなお彼女は権限してたからね。この方法で力を得たのですよ。人知を超える力を。あ、そういうことだったのか。クリスタルのせいで。でもあの時近くにクリスタルあったっけ、マザークリスタル。ベネディクター完全に騙されてない。俺のベネディクターが。この男ちょっとかなり飲まれたな。ベネディクタが。ここでベネディクタの名前出したら動くに決まってるもんな、風悟さんな。それを知っててだね、きっと。さあ、お行きなさい。あの光の元へ。俺ちゃんもダルメキはもう完全に風悟が暴走して落ちたも同然になってしまうわけだよね、きっと。ウォールドはでも同盟国でもあるはずだから
何がしたいんだろうな。御意にそういたします。クライブのことだね。これもなんでミュートス呼びを知っているのかっていう。ようやくここまでたどり着きましたか。あミュートス、いた。こいつらアルテマのなんかじゃないの。いやわかんねえ、どうだろう。さあ場面変わって、クライブとトルガル潜入成功してそうですね。ドレイクファングナイ、今回は2人。誰もいなさそうだけど、警備はそこまで手厚くないのか。ん？匂う？何の匂い？あ、ち、もうすでにやってんな、ここで何か。あー、なんか住人らしき人たち。あー、え、何これ？人？魔物？いや、人っぽい。あ、あれだ。なんだっけ？エーテルでおかしくなっちゃってるやつだ。うわ、なんかゾンビ化してる。気持ち悪い。うわ、完全にもう人じゃないだろ、これは。オーク？新種が出てきた？オーク族。灰の大陸からどうやって？あ、ボールドから来たってこと。ってことは繋がってきたな。オーク族、いた。灰の大陸に生息する蛮族。幾多の蛮族の中でも組織的な戦闘を得意とし、一国家に匹敵する武力を有する。長らく領地争いを続けていたウォールド王国から大陸東部の一帯を奪うまでに至った。すげえ。さあ、マクツ。行きましょう。オーク族はこの風の大陸に生息してないはず。なぜここに？ボールドのやつらと一緒に流れ込んできたのか、はたまた別々で来たのかっていう感じですけど。さあ、やっていきましょう。ただ俺の敵ではないと。いやーいいね、クライブ強すぎるな、お前本当に。クライ入り込んでやがる。あ、またいたな。ドレイクファームの守備隊はどうやら全滅か。やられちゃってんのか、全部奥に。ええー、これもうウォール王国さ、ダルメキアもう侵略しにかかってきてないか、これもしかして。ん、なんかでかいのいる。今まで見た中で一番なんかでけえやつがいる。ウォークウォールド。ウォークウォールドね。さあ、ウォークとかさ、なんか赤黒い呪文使ってくんだよね、これ。何の呪文なんだろうな。さあ、そろそろ中ボスが出てくると思って、一応ガウジはね入れといたので、ガウジ使っていこうか。よく言って、ここをガウジ入れて、よし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 、削っていこう。ガルメタのねあれがないから、フィートがないからね、うまくこれ削っていきたい。さあもうちょい、よいしょ、避けて TD 取って落としていく。さあここで覚醒、よいしょ、エグニッションからのファイルドライブ、ワインダップで、よいしょ、ドドドドドン、削っていこう。あとは燃やしていけば、よいしょ、半分いいね。さああと半分もないね、削っていきましょう。タイタンブロック効きませんと、いいね。さあタイタンカウンターで3つもらっていこう。さあこいつで終わるかな、よいしょ、ワインダップ OK。 ちょっとダメージもらいすぎて危なかったっすね。とりあえず合わせた。あぶねえ。レベル上がるかな。もう、よっ、よし、いったいったいった。ナイスナイス。AP もだいぶ溜まってきましたね。いい感じに。さあ、先に進んでいこう。ちょっと体力がやばいんで、回復もしたいところ。またリミット溜めていくか。おっと思いきや、もう始まるか。イベント。着いたな。わ、すごい、なんかあの城が。行くぞトルガル。タージマハルみたいな建物出てきたね。
アラジンに出てきそうな建物。さあちょっと回復が欲しいところなんだが、この光ってるやつは全部ポーションだってほしい。これが風の教場か。回復できない。クリスタルのど真ん中に。ナイスポーション。自分の城を建てるとは。ここに城があるというね。ここに住んでんだって風ゴは。さっき頭よしよしされてた場面のね、映像はここでの出来事みたいだね。さあ HP 回復してた、気づいたら。よかった。さあ開けて、あ、いたね。笑ってるぜ。少し試させてもらうよ。おお、何なりと何なりと仕掛けてこい。何が来る、さっきのあの怪しいモンスターが来るのか。来たね、やはりと言うべきか。こいつ何者、一体どこから。スピリットビズイン来る。うわ、何そのビーム。回復頼む。ただこの手の敵とはやったことあると思うんだよな、どっかで。覚えてはいないが、似たような攻撃は以前どっかで食らった気がするから。ここナイスカウンター、避けて。下手になんかタイタンガードをするよりも PD で安定的にいった方がいいことにちょっと気づきました、私の技量だと。これ避けて、さあもう取れた。これガウジだな、今がチャンス。救助間に合わなかったか。やっぱガルダインプレイスはボス戦必須かもしんないな、やっぱあると違うんだよな。ああ、そういうパターンね。動きがタイタンに似てる。風悟か、風悟の動きなのかこいつ、もしかして。さあ来た。ここでちょっと権限使っちゃおう。リミット使って、ミスターイグニッションからのファイルドライブのサンダーストーム、最後ワインドアップでどうかな。ここいけ、まあまあまあ、うお、でも半分くらい食らった、強すぎる。エグズーム、なんだそれ。それか、完全に風悟の音だ。やばいやばい、余計バカない、危ねえ、大丈夫か。完全に風悟さんの音ですねこれ、このビーム以外は。よいしょ、またじゃあ削っていこう。これ衝撃波避けて、1回しか来ないから楽だな。風悟は3回くらい撃ってきたけど、よいしょ、もうちょっとでひるみが来るから、カウンター、ナイス。ここガウジ急いでやる。さあ削れ削れ削れ、いけるとこまで、よいしょ、食らってもいいから。よし、もうちょっとだな、あと1回ひるみ入れたら勝てそうな気がする。ここまで強くなかったかも。後ろから切っちゃう。さあ入れてからの、さあリミットのファイルドライブ入れての、イグニッションいっちゃおうか。入れて、またサンダーストーム、ワインドアップでどうだ、終わるか。よいしょ、さすがに無理か、ワインドアップが強すぎる。さあ激震で揺らして、よいしょ、もうちょい。あ、これいけそうだな。ここの瞬間まだ無理か、さすがに。避けて、あ、ただイグニッションが溜まった、これおしまい、いけるか。イグニッションが本当に強すぎる。この技いつ廃れるんだろう。なんか未だにインフレの波に置いてかれてないんですが、あ、サンダーストームの、ダメージ上昇が来ましたね。よしよし。さあ、結構意外と楽々倒せましたということで。うん、ウォーミングアップにもなんなかったな、クライブな。行ったことか。行ってやろうぜ。この人は絶対戦わないんだろうな、今回は。なるほど、これがミュトスの力。ミトスじゃねえ。いるか、フーゴさん。いなさそう。やっぱりもうクリスタルの、やられてる、うん、コアに行ってそうだよね。でもダルミキア勢力はもうやられてると。ちょっとかわいそうだな、同情したくなるけど相手に同情の余地は一切ないので、このまま行きます。
そう。よし、回復もできましたね。なんだなんだなんだ、あ、急になんか出てきた。レイス、あれ、空の遺跡の魔法。お、なんだろう。敵地の特殊な行動、ブレイブ。一部の敵が使用する強化魔法ブレイブは仲間の能力を上昇させる効果を持つ。ほう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 。剣上昇マークがついて、敵から受けるダメージが上がるから早めに倒せと。了解。お、ここでイベントが来る。着いたかな。ウーゴクプカの資質かな。どうしよう、ベネディクトのおそらくフーゴのエッチな本でも置いてあったら。あ、さっき割ったテーブルの部屋だ。奴はどこへ。こっからクリスタルの部屋に行ったんだよね。いや、いいベッド寝てんだあいつ。キングサイズ2つ並べたみたいな、クソデカベッド。うわ、めっちゃ光ってる。綺麗ではあるけど。怖か。さあ、こっから。間違いない。神殿に奴の気配を感じる。感じますか。行くぞ、トルガル。どこに行けばいい。戻ればいいか。ちょっとフーゴさんの資質大丈夫か。ベネディクトのエッチな本とかないから本当に。どっち、こっちか。さあ、ドレイクファング、クリスタル神殿、もう目の前に来たね。めちゃくちゃ綺麗だね、ドレイクファング。さあ、めちゃくちゃ来たけど全員怪人となってしまう。片付いたようだな。よし、とりあえず全員倒しましたということで、この先だな。行くぞ。お、誰かいる。あ、ドレイクファングめっちゃ綺麗だな本当に。あ、そしてフーグもいた。ベネディクト、俺のすべて。お前もそこにいるのか。いや、いねえよ。フーゴ。いねえぞフーゴ。完全におかしくなってんな。これまたベネディクトの時。あ、これ絶対幻でしょ。いるわけないもん。俺も今からそこに。一体何を。幻覚だよな。ほら、怪しすぎるもん。じゃ、フーゴやめとけ。お前もベネディクトみたいに悲惨な最後を迎えることになるぞ。あれ、イフリート？貴様、そこから離れろ。完全に幻覚だね。ベネディクト。どんな幻覚だよ。一番効きそうだな、フーゴに。確かに。ライブロズフィールド。お、権限していく。もう力ないはずなのに。ああ、もうこれ完全にベネディクトと同じ結末だ。まさか召喚獣なっちゃうね、これきっと。止めないと。さすがにタイタン化されたらやばい。こんなところでが、今クライブも召喚獣になれるからね。ベネディクトの時と違って、頭痛がひどい。この現象は何なんだマジで。いちいち怒るけど。フーゴやる前にクリスタルやっちゃえば早いぞ。クライブ先にマザクリを破壊してしまった方がいいんじゃないか。なんかスーパーサイヤ人みたいになってる。クリスタル自体はもう壊した方が。思い出せ、認めたはずだ自分自身を。使えるはずだあの力を。そうだ、使いこなしてみせる。クライブもイフリート！権限していくのか、これは。すごい火柱。そしてジョシュアか。フェニックスの炎綺麗だよな。ああ、お、イフリート化したね、クライブ。さあ、フーゴはどうなった。権限しちゃったか。間に合わなかったか。ギリギリでタイタン化に成功してしまったか。う
わ、岩飛んできた、危ねえ。こんなん食らったら一撃だろ。うわ、来たー、タイタン。でけえなー、やっぱ。イフリートがちっちゃく見えてしまう。お、腕生えてきたね。再生。やっぱ再生できんだよね、権限するとな。さあ、大荷重化発戦第2幕始まり。ふぐわー、これが本当の決戦じゃ。